この両極端なボランチが話すっていうのはなかなかないんで、うんうん、ザックはどうだったのかなって話できないな、そんなもん褒められることが多かった練習中。そうなんだよな、納得いかなかったんだよな。ケイタのそれでブラボーなのっていうのあったよザックのこと嫌いでしょ。やめろお前はい、前回に引き続き特別ゲスト中村健吾さんです。いや楽しい。本当楽しいね。今回ね、これは話さないとっていう内容があって、一番さ、我々にとってのちょっとこう恩人的な人として、そうですね、オシムさん、はい。まあ、この2人の並び見るとオシムさんがこう、ここにいる、ここが多分もう CG がブワーって出てくるっていうよく知ってる方は多分俺ら2人を、うん、いやオシムさんすごかったね。本当にすごいと思う。あんな監督いないよ。うん、最初会った時さ、なんか言われた？話しかけられた？俺、うん、最初ガーナだったから横浜だったんだよ。うん、で最初ホテルに集合して、うん、挨拶行ったんだよ。うん、で座っててさ、立つじゃん。うん、めちゃでけえのあの人。こういう感じね。えって。いや俺ジェフでやった時から見てたけど、うん、こんなでかいのこの人と思って。うん、握手して手でかいんだよ。うんうんうん、っていうのがその第一印象というか、ファーストインプレッションがもうめちゃくちゃインパクトがあって、俺すっげー覚えてるのが、もうケンゴーケンゴーケンゴーずっと言われてたじゃん言われてたね。全部ケンゴーな、それあんま関係なくねみたいなところまで、うん、ケンゴーってね、俺っていう、そうだからめっちゃ期待されてんだなっていうのがあった。ほぼ全てのプレーに何か言われてた、ね、言われてた。なんでそんなとこいるんだ、行けみたいな、そうはいっつってそうだから、どっちかっていうと、まあ、ボランチ組んでて、剣をもう前にとにかく行って絡め、だから初回とかも最初の方で言われすぎて俺結構しょげてたのそうなの。そしたら、うん、あのジェフのニューさんとか、うん、ユウキとか、うん、オシムさんを多分すごい期待してるから、あれ多分意地悪とかそういうことじゃないから、うん、全然気にしなくていいと思う。ジェフでもそういう人を言ったし、なるほどね、ちょっと嬉しかった嫌いかなと思ったの俺最初。ああ、うんうん、あれそういう人じゃないじゃん、うん、自分が代表の監督だからセレクトしてるわけだから、うん、そうじゃないんだって分かってからは、言われるのに対して俺もえっていう返すっていう、うん、でオシムさん結構それ好きだから、うん、話すの好きじゃん、うんうんうん、言うと、いや俺こう思ってましたみたいな、こう思ってみたいな。あ、そう、だから多分言うこと聞く人あんま好きじゃないんだよね多分あの人。俺めっちゃ言うこと聞いてたよ。それのケイタはだからちゃんとできてたからできてないよ。ケイトあんま言われなかったもん。だって俺に比べたら全然、だからもう信頼されてたなって思ったもんね。多分ね、言ったらこいつはパニックになるだろうなと思ってたと思う。そっちそっちそっち。逆に褒められることが多かった練習中。そうなんだよな、納得いかなかったんだよなケイトのそれでそういいブラボーなのっていうのあったよだからオシムさんはね、いいとブラボーって、ね、そうでみんなブラボー欲しさに走るっていう、そうブラボーを言ってもらえる回数がまあまあ多かった理由としては、多分こいつには自信を持たせなきゃいけないっていう俺ブラボーなんてほぼねえなと思ってたから。ケンゴーだもんね。そう、名前呼ばれちゃうから。ケンゴーアーロー、アーロー、アーローケンゴー、アーローってなんだって思ったから、ね、行けってことかなっていう、もうわけわかんなかったから面白い。でもう一つね、俺にとっては夢のような時間だったんだけど、隣にケンゴーがいるでしょ。で、シュンさんいて、うん、ヤットがいるじゃん。もうさ、セルティックボーイって言われてた。ああ、言われてたね。ね、言われたね。シュンさん、戻るたびに、んって言われてたね。で、このさ、4人でね、中盤やれたって、めっちゃ幸せで、いや、もう歴代ね、日本の中でトップのこの3人と、そこに俺いるみたいな。でも、この人たちが輝くために、自分はいるんだと思って、もうとにかく一生懸命走ったし、とにかくボール持ったらすぐに渡す。あとは行ってらっしゃいみたいな、夢のような時間だった。言語から見てどんな感じだった、あの4人で。いや俺ほら、後からダイソーで J2 上がりだから、キャリアが遅いわけじゃん、うん、要はもうみんな知ってるわけ、俺が学生の時から、うん、だからそこに俺が入ってる意味が分かんなかった。俺は俺の立場でそういう風に思ってた。だからちょっと引け目を感じてたから。そうなの。うん、俊介エンドついてこいやっていう感じではやってなかったよだから年齢的に、だから俊さん2個上、やっさん1個上、ケイタ1個下だから、要はあ、そっか、そう、全員階段だ。そう、階段なんだよ。年齢近いからやりやすさもあったし、うん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 、みんな賢いから、そのコミュニケーションをたくさんしなくても成立した終盤って、多分後にも先にもあの4人だけだったから、何やるか大体分かるっていう、うんうんうん、
あこうしたいんだろうなってやるとその通りにボールが行く。俺分かったふりはしてた。スイス戦覚えてるし。あのさ試合さ、俺と稲本さんがやったんだけど最初ね、うん。やっぱ俺と稲本さんはちょっとタイプ的に似てるじゃん。うん、でそこから健吾が入ってきてさ、チームがさこうエンジンがかかるみたいな感じあったじゃん。うん、あれとかもさすげえ面白かったし、いやあの試合はもう、まあ、スリリングだったら 4-3 だったしね、うんうん、4点目剣豪俺が打ったやつをキーパーが弾いて起承が決めた。そうだよね。あの時俺ほんとこのままどうなっていくのかが楽しみでしょうがなかったんだよ。見てみたかったよね。見てみたかった。まあ、大島さんが倒れちゃって、うん、っていうところでまあ変わっていっちゃったんだけど、いろいろとね、あの人はね、うん、そこまで強制しなかったのはすごいなって、うん、常にいや俺はこう思ったんだけどお前はどう思うんだ、うんうん、要はその判断、選択肢を増やしてくれる監督だったから、でそのために何をすべきかっていう練習とかもさ、2対2とかやってるやつや、なんでお前加勢しないんだみたいなあったじゃん。で1人えみたいな感じでさ、3人いくじゃん、なんでお前3対2するんだって、3人 3-3 になるじゃん。そうそうそう。で最終的に11対11になるね。練習とかも気が抜けないわけ。頭めちゃめちゃ疲れてなかった。疲れてた。でさ練習でやってたことがさ、よくわかんないなって思ってることも試合になるとさその場面が出てくるっていうかさ、うん、こういう似てるシーンあるなみたいなのが結構出てきてたから、うん、そういったところも面白いな。結構実践的だったもんね、うん、基本的には、うんうん、でもねこのオシムさんの話は多分もう終わらないんだけど、終わんないな。他にね健吾が影響を受けてきた人はいるわけでしょ。なんか風間さんとかそうなのかなって思うんだけど、うん、そうだね。風間さんってどんな監督？あの人はとにかく技術に特化させたっていうか、止める蹴るのところ最初かなりやって、その技術のところ、いや俺もそれまで30過ぎてたし、うん、いろんなことが見えてきたから、そのチームのことだったり戦術のことに頭がこう結構いってた時期だったから、もうそういうのもういいからとにかく上手くなってくれって、あそう言われたのはすごく衝撃で、そこで磨くことで自分の世界も広がっていったから、あれはだから本当に新しい世界を開けてもらったなっていうのは。監督らしさっていうのはあんまなかったの？らしさっていうか、まあ、人を育てるっていうか、その技術何が何でも勝つっていうよりもどう勝つかにこだわった人だったな。まあミシャもそんな感じだったけど、ね、ああだから似てるよ。似てるね、うん、多分ね。だからね毎回面白い試合なんだな多分。確かに川崎との試合面白いもんね。基本的に後ろ固めないから、お互いの攻めのこう手数で勝負、うん、そう、うん、風間さんがいて、そこから鬼木さんに代わって、うん、鬼木さんは勝負にこだわる人、やっぱ優勝しないとダメだっていう。でまあフロンターレ、まあ、風間さんが作ってきたものを引き継いで、やっぱり守備のところだったりハードワークだったりっていうところは欠けてるところがあったんで、うんまあ、そこの徹底っていうのは鬼木さんはやっぱすごかった。監督した最初の結構前半戦はそっちに触れすぎて、このフロンターレ攻撃の良さみたいのが あれ難しいね、監督って守備っていうとみんな守備だし、攻撃っていうと攻撃だから、うん、でもさそれって時間が解決したものもあると思うけど、でもみんなが、ね、今までと違うことをやってて自分たちの良さがこう出てないって感じた時に、なんか特別やったこととかある？小西さんになってキャプテンは外れたんだけど。あそうだっけ。そう外れたんだよ、うんうん、小林優に。あ小林優キャプテンになったんだけど、うんうん、まあけど優はああいうタイプだから、うん、フォワードだからね、うん、まあ結局俺がまあいろんな選手としながら、あそこら辺はだから小西さんが求めるところの、うん、そのさじ加減を自分の中でコントロールしてたし、でそれをちゃんと小西さんにも確認し合いながら、なるほどね、やってたから、ねうん、で徐々にみんなでこういい形にしてったっていう。風間さんね、土台があってそこから大西さんに変わって、うん、やっぱ方向性が少し違うところあるんだろうけど、うん、いいバランス見つけて、もう本当に今ね多分史上最強って言ってもおかしくないぐらいのフロンターレが作られたわけじゃない。でね、はい、もう一つちょっとここから先は岡田さんとザックのことについて聞きたいんだけど、いいよいいよ大丈夫どうなの？岡田さんは決断力がやっぱすごい、これみんな多分言うと思う、うん、最後は自分が決断するっていう監督の多分一番必要な要素というか能力を兼ね備えてるっていう、覚悟を感じるもんね。いやもう本当にそれは話しててすごい岡田さんはさ日本人だからさ、うん、コミュニケーションも取りやすいし、うん、岡田さんは岡田さんではっきりさ言ってくれる部分はある。それは多かったね、うん、ザックはどうだったのかなって思って、ザックは交通整理が上手だった。ここの代表来たら 4-2-3-1 でこういう形でやりますっていう講師における約束事みたいなの のトレーニングが非常に多かった、うん、やっぱねブラジル大会ね、もっと剣を使えばいいのになって思ってたんだけど、自分でどう思ってた？正直個人としては2010年の時よりも
よしといるんだったら俺も入れてくれって思ったし、で2010年行った時にそのベンチの人たちの重要性みたいなのも、うん、やっぱりその2002年も見てたし、俺呼んでくれれば力になれるなっていうのがあったから、しょうがないよね。だから それを選ばなかったっていうだけだから、ザクさんが。だから自分のねことだとそうやって自分でこう話できるんだけど、周りからオリンピックの時に外された時に、うん、なんで言われるんだけど、まあ監督がそう判断したからって言うしかないんだよね。言うしかないんだよ。だからもうそれはもうしょうがない判断だから。でもザックのこと嫌いでしょ。やめろお前。それはダメだよ。嫌いじゃないね。いやだって好きでしょ。あの人最後はそうだったけど、途中までだからそういうなんかリスペクトはすごいしてたし、なかなか使ってあげれないのは申し訳ないっていうのを要は通訳から聞いてるってことは要は多分言ってるんだよね。そういうことね。そういうなんか気持ちみたいなのは感じてたから。だからこそ連れてってくれって最後思ったけど、リスペクトしてるならそう連れてってくれよと、うん、じゃあ、まあ、今ね監督の話をいろいろしてきたんだけど、はい、どんな監督になるんですか、もし監督になるとしたら。いや俺よくこの質問受けるんですけど、うん、いや選手ありきだと思うのね。だから自分が、預かるチームの選手たちがどういう選手たちなのかなって多分自分の中では決まっていくんじゃないか。まあそのクラブチームをね任されるんだったらそこの選手と予算とかあるけどね、うん、代表の監督だったらね、あだ自分で選べるからね、自分でセラッとしなきゃいけないから、そこをね。いやもう話できないな、そんなもんだから持ってくなそっちの話、うん、だからまたね次回来る時にはこういう日本代表のメンバーで戦うべきだとっていうね、無理だろっていう話を聞くっていうのが、まあ次回ケイトもやんだよ。え、一緒にやろうよみたいな。うん、なんで俺だけやんの。全然真逆のチームなんだろうなっていう。いやそうだね。もう最初からメンバー選考もうぶつかるだろうね。そうだね。ああ、3回にわたって中村健吾さんにいただきましたけれども、やっぱね話してると楽しいし、サッカーの深いところとか見方っていうのが似てると、すごく似てるところもあるし、あこんな発想するんだみたいなところもあるので、やっぱ今日の時間は貴重でしたね。この番組浦和のファンとか、うん、日本のサッカーファンとか、うん、まあ、あとは高校生たちとかも見てるんですけど、うん、中村健吾さんから日本サッカー界に対してのなんかちょっと一言お願いします、はい、いやもう本当討論できるというか、うん、ディスカッションできる番組があるっていうことは本当に貴重、もう今の時代ならではのこの配信の仕方なので、うん、ボタン一つで見れるわけですし、だから今日みたいな話がすってもういろんな人に届くっていうのは今いろんな意味で大きいかなっていう。浦和のサポーターも本当にすごく熱くて、 J リーグを盛り上げる意味でもやっぱ浦和がねずっと引っ張ってきてるクラブでもありますから、うん、そこは頑張ってほしいなっていうところ。あとは高校生で中学生も小学生もひょっとしたら見てるかもしれませんけど、うん、まあ、今日みたいな話、特にボランチの選手なんかはこの両極端なボランチが話すっていうのはなかなかないんで、うんうん、そこでなんかこうヒントにね一つでもなってくれたら僕らは話した会話あると思うし意義はあると思うんで、まあ、またぜひお邪魔してまた別の話をできればいいなと。日本代表の選手を選ぶ、うん、それ好きだねそれ、まあ、まあ分かりやすい、まあ、面白いからね、そうそうそう、面白いからね。どうなるんでしょうかね、はい、来週もお楽しみに。来週なの、え来週レギュラーはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。